塚さん、おはようございます、はい、お、おはよう。ところで、うん、先日、うん、SWFC ジャパンの活動で、はい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 、4番ファーストで出場したとのこと聞いた聞きました。小宮監督から徳さん、今日ファーストをちょっとお願いしていいですか。はい、突然、いやもう内野手のグローブしか持ってませんそうだよ、ファーストミス取ってないですから、ね、グローブちっちゃいなと思いましたけど、分かりましたっていうね、当然出れるっていうことに関しては思って、分かりましたっていう感じで頑張って、なるほど、ただ、はい、制裁を書いたと。そういう言い方よくないんじゃないかな。じゃあやらかしたと。一生懸命やったんだよ、俺も。そう。うん、やった。いろいろやって。見ますか、その動画。見て大丈夫ですか。見ますか。いやいや、見せたくない。カットしますか。見せたくない。カットしましょうか。いや、カットしたい。いやいや。けど、出していこう。見よう。うん。一緒に見よう。俺一人やったら心痛いから。そうですか。一緒に見よう。一緒に。これ SWBC ジャパン日本国デイさん強化親善試合ってことで前アッパレでやりました、ね、対戦しました。で、今シーズン初の4番ファースト初だね。ファーストを実戦で守るといえば初。うん、これファースト守備ちょっとで結構まあ機会はあった。最初はこれ内野ゴロのシーンなんだけど、うん、こういった形で、でもね、ファーストはないね。確かに、うん、ファーストミットじゃないし。そう今度は、おお、ハロハロ、キレ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 、無難に、ファールからこう中に、そう軟式特急のね、まあサードでも経験はあるけど、ファーストも真逆だからさ、うん、あのスピン回転っていうのが、まあ一応あのベースのね前に一応グラブ出して、入ってこいってことで、しっかり言ってますね、しっかりとガッチリと言ってます、なんかちゃんとやってる感じは、一応ね、うん、ただドキドキはあったよやっぱり。でこれはライナーをね、ちょっとポジショニングをしっかり考えて、いい、ここまで非常にいい感じだったね。ここまではいい感じでした。いや、難しさをやっぱ感じた打球ってやっぱ何個かあって、これは左バッターでね、飛んだのがちょうど間、このプレーセカンドのね、北田君が何しかも入ってたからだったんだけど、アイアンプレーまあね、やっぱなかなか難しいなと思ったのが、まずこの時点で、まあ、自分かピッチャーか迷うわけ、経験がないから ね。で、この時大原がトクサンって言うわけよ、はい、だから俺が慌てて取りに行って、でもこの時後ろにいるかなって不安もよぎるわけけど、もう行くしかないって言ったら北田君がやっぱいたっていう。で、本当にね、あのナイスカバーだし、間一髪でアウトだったんだけども、あの辺のこうピッチャー、ファースト、セカンド連携っていうかね、どこまで取りに行っていいのかっていう、まあ、全部ちょっと初体験だからさ、すごいね。で、これ、ショートゴロから、まあ、ファーストに送球するプレーなんだけど、ちょっとね、こう進化系にしてたもんね、この辺がやっぱこう野手の癖、はいはい、送球の癖っていうものをやっぱしっかり把握していかなきゃいきながら、やんなきゃいけないなっていう感じかな。あとね、バント、これね、牽制を待ってる体勢でね。はいはい、うん、まあこれ一塁側に転がってくるんだけど、当然ながら、はい、転がりました、いいバントです。でこれね、ちょっとね、ドキマキしてるわけ、はいはい、あ、やっぱチャージかけてやっていいのかっていう、まあ、牽制待機からチャージかけるっていう、あんまりやっぱないからさ、取りに行っていいのかっていう、そうで、大原が取りに行ってるから下がる、ベースカバー入んなきゃ、いやセカンドいるわ、そうだみたいな。いや、本職セカンドなんでね、あの分かるんだけど、まあ、それの範囲っていうのはやっぱり難しかったな、はい、やっぱりな、難しいもんね。いろいろね、てんやわんやしてます、実は、いろいろと、はい、うん、これはね、ファーストゴロ、こういうのはね、さばいてます、全然、うん、難なくっていう感じはあったんだけど、こういう感じではありますよ、テンパってますよ、だいぶ、テンパってる。で、これです、あのね、のフライをエラーしたんですよ、また、これ、見たくないな、このエリア。最悪、これ一瞬でもなんか予測できましたね、目聞いてました。いや、そうなの、この時は全然分かんなかったんだけど、はい、まあ追うまではねやってんだけど、これね落下してるのど真下に入っちゃったので、顔がやっぱグラブの真ん中くるでしょ、うん、だからボール消えるんだわ、うん、だからあ、ボール消えたと思ってやっぱ伏せるわけだな。だからやっぱね補給するところまで見れてない。これがね落としたわけです。よくないね。お、まあよくない。どんどん練習をしてやっぱファーストも上手くなりたいんだけど、すごくね貴重なっていうか勉強になったっていうかね。やっぱね、あ、そう、難しいという。難しいな、細かなプレーがたくさんあるってところで、うん、こう感覚っていうのもね
また一つ勉強になったかな。なるほど。見てられない。でバッティングはどうだったんですか。バッティングはね、4番としての仕事を、4番としてもちろん。そう、まあ、これ1打席目、まあ2回の表裏かな、裏かな、ノーアウトランナーなしで先頭ですね。相手ピッチャーやっぱまっすぐ速い。あ、まあ、そこで1回標準、ね、を絞って、まあ、落ちる系もあるだろうっていうことでね、まあ、初球。お、好投手は甘い球です。ね、初球からいくんですね。ただやっぱツーシーム、はい、読まれたかなって感じがした。うん、来るやつを、うん、で2球目ツーシーム頭入ってる中でのこのストレート。すごい、あ、やっぱ体力が重そう。すごいんだよ、本当にいいピッチャー。うん、ちょっとやっぱ刺されるというかね、伸びてくるボールっていうか、まあ、ただ徳さんとしてはここから真骨頂出していきたいっていうね、はい、うん、しっかり見送ってね、はい、真っすぐ中心、うん、まっすぐで押してたね、序盤は特に。あ、このスライダー、結構ね、タイミングがあったんだけどね、でもやっぱストレート、ツーシームが頭あるからね、はいはい、うん、でこれ4球、5球目か、お、これね、スプリット系だったかな、我慢できたね、ビクーン、我慢して動いてるっていう、うん、で、6球目がね、お、これ、厳しいボールだったんだけどさ、追い込まれてるからね、ファルになってくれって言いながら走ったんだけど、でも、これ、かなり運動系が。まあ、逆球っぽいけどね、ただストレートが重い。ナイスピッチャーだったね。同じピッチャーでね、打席、またノーアウトランナーなしです。はいはい、うん、これ、ツーボールワンストライクからなんだけども。お、一、二塁か。そう、一、二塁からライト前ヒットとおいうことで出塁できたんだけど、これで打ったら多分ツーシームかなんかだったかな。ちょっとね、やっぱさっきのよりもゾーンに入ってきた。あ、なるほど。だから、まあ、抜けてくれたのかなっていう、まあ、たまたまだね。うん、いいピッチャーだからさ、で、俺ランナー出て、はい、で、バット取れるんだけど、バットするの、勝負で上がっちゃって、これサードすごくない？超ファインプレー、これびっくりした。これね、チャージもすごいんだけど、俺サードとしてやってるからさ、走っても距離やべえ、うん、これね、地面スレスレなの、これ難しいのよ、野手は。グローブの出し方も完璧です。で、俺は落ちたと思ったの、はい、で一歩切って落ちた。取ったもんだからこれ、まあ、むずいですね。これ落ちてもね、ピッチャーカバー入ってるからさ、まあ、セカンド転送アウトだし、どっちかがアウトになってるっていうところもあって、まあ、残ってりゃいいのかなと思ったんだけど、沼がね、あー、いいバッティング、いいセンターが打ったのよ。だからやっぱこう野球の妙というかね、残ってればよかったかなとかいろいろ考えてね、まあ、あれはゾイを走ってこなきゃいけません。そうですね、あの試合中に怒りました、はい、勉強になりますね。で、3打席目、はい、まあ、これもまた回の先頭です。きっちり送っていくという。きっちりと出塁っていうね、結構インコースでも攻めてきてたんですね。そうだね。で、まあ、4打席目、これ右打席に左ピッチャーなんでね、入りまして、今度ツーアウトですね。そう、この前 IWA でね、あのゼロパンチ打法、うん、うん、あの練習したんだけども、やっぱね、打席の入り方が違った。うん、固まりしてますね、動き的にも、うん、だいぶね、プラプラしないというか、しっかりとこう地面を噛んでるって感じがしてね、やっぱ良かったね。うん、これまたいいボールなんだ、もう本当に。横振りですわ、ピッチャーいいです。すごくもうね、あれやこれやでね、で決してやっぱ甘いとこ来ない、全部厳しいですね、うん、確かにボールになる球も甘いとこ来ないな。これもね、スライダーかチェンジアップか、外外っていうね、うちのスライダーに外の変化球にね、ストレートに、でこれ低めスライダー、うん、ストライクからボールになるスライダー、いい形でね、追跡ができたね。バットの位置から体の角度がいいかもしれないですね。そうだね、とゼロパンチ決まってる、ゼロパンチ決まってる。で最後はね、あ、まだフォアボールからボールされてます、まあ、こういった形で、打つ方はですね、出す1安打、2フォアボール、はい、3出塁、つなぐ4番、ザ4番、だいぶ、まるで王さんのようなね、こう出塁率の高い4番バッターということで、いつどこで何をするか、どこで守備を守るかっていうところも踏まえてね、すごく勉強になったし、で、ジャパン、まあ、小宮監督がボソッと言ったのは、今はこれがベストな布陣かもしれませんっていうことを言ってたのよ。ザ・ファーストっていうのが実は SWBC ジャパンにはあんまりいなくて、まあ、フットワークの軽い、20歳、はいはいはい、まあ、その20代前半とかをね、まあ、セカンド、サード、ショートに置きながら、まあ、経験豊富なのをファースト、セカンドに置いて、まあ、しっかりと持っていこうっていうところが多分あるのかなって思う半から、
ファーストビット買います。買います。すぐに。なるほど。すぐに調達します。全部シートノック全部入んなきゃダメですね。いやそうだね、そうだね。ただあんまり練習する機会もないからさ、まあジャパンでのぶつけ本番になってくんだろうけど、まあしっかりイメージトレーニング、うん、でファーストの勉強もね、そうしながらね、内川さん教えてくんねえかな。いや無理だ、どこに教えをこうって言う。今 SWBC ジャパンではネットでクラウドファンディングを行っております。アメリカやオーストラリアなど海外から優秀な選手を呼ぶべく、皆様からの協力をお願いしております。概要欄にクラウドファンディングのページは貼っておきますので、ぜひ皆さん一度でいいので目を通してみてください。ちなみに試合後懇親会も行われ、懇親会には徳さん、それから国吉さんが参加予定でございます。もしかしたら兄貴も来るかもしれません。皆さんぜひチェックしてみてください。